ケンパストライアド。デモ版を実況主語を並べます。この空気感いいね。なかなか雰囲気いいよ。はい。ということで、ゲストの皆様、こんばんは、ケンです。今回ですね、こちら、恐竜を題材としたホラーゲーム、実況主語、なんか来たね。なんだお前は!いきなり。あ、これ恐竜か。恐竜の頭に逆になってんのね。くちばしっぽいもんな。へし折るぞ。恐竜が題材って言った瞬間来たぞ、こいつ。はい、行きましょう。主人公はね、タイムマシンを開発して、そのタイムマシンのトラブルに見舞われたのよ。いきなり始まったね。この研究所で、主人公はタイムマシンを開発してしまって、恐竜が現代に来たのかな?それとも、この施設自体が昔に飛ばされたのか。ちょっとそれはどっちなのかわかんないけど、おすすめだけどわかんじゃないかな。行きましょう。これ主人公の車かな。まあでも、見た感じ、現代っぽいよね。現代の研究所で、そのタイムマシーンがトラブル起きて、地下に行って最終テストを行わなければならない。あと一回だけ。これで終わる。なんだろうね。あと一回。これだけで私の娘よ。また戻ってくる。ちょ、何言ってんのかよくわかんないな。失礼しました。娘は待たしてんのかな?どこ行くの?ここ?向こう側?なんか建物あるね、これ。おお、トラックもある。見た感じ、やっぱ現代に恐竜が来てしまったみたいな、タイムマシンに乗って来てしまったみたいな感じかな。そう、タイムマシンバグにより恐竜が現代に来てしまうみたいなね。行きましょう。あれ?トラックが明かりついてるけど、これ誰か乗ってんのかな?いなさそうだね。主人公が乗ってたのかな?あ、ここっぽいね。行きましょう。お邪魔します。お邪魔せない。いけないね。あ、ここじゃないの?あと一息で主人公の仕事が終わるっぽいけど、どこに行けばいいんだこれ。ここは?これ違うよね。お、なんかある。何これ。台がありますね。これは登れないか。ここは?あ、土管?あれ?行ける場所のなくね?あ、ここ?暗いな。ライトはないね。これ行けないわ。見えない壁こと MK フィールド貼られてるわ。どこに行けばいいんだ?これ。あそこ?今ここ行ったもんね。ここは。あ、入れない。え?どこ行くの?これ。むむむむ?あ、戦車もある。戦車じゃないか。ここではないの?開けないね。やっぱここも MK フィールドが貼られてる。この奥かな?この奥かな?指示をくれ、指示を。これ?はい!びっくりした!何?はぁはぁ聞こえるよ。これ主人公の声。声というか息かな?鳴りやみましたね。行きましょう。ここは?まだだ。え?これ本来の仕事終わりの帰り道はここってこと?でもまだ仕事終わってないからまだだってことか。どこで仕事すんだよ。私の仕事場はどこですか?ここ?ここいけないね。ここは?おお、いける!誰かいるな。彼らはもうここにいる。ヘリがあるね。おそらく彼らは二つ目のカプセルを別の基地に持っていくだろう。カプセル?今、あと一回のチャンスしかない。おお。カプセル?タイムマシンかなんかで送るのかな?ひょっとしたらこれ今いる場所は、昔、紀元前とかではなくて、これから主人公たちが2運びでタイムマシンに乗って紀元前とかに向かうのかな?どうだろう?時代を超えてね、行くのかもしれない。あれ?なんかなくなってるよ!さっきのなんかブーでなくなったのかな?このトラック。行きましょう。ここでやってるっぽいね。トンネルの終わりの、光。それは自由なのか?それともただの迫り来る列車なのか?ごめん、何言ってんだ?ちょ、マジで何言ってるのかわかんねえ。電車?列車みたいに言ってたよね。あれのこと?この先は何があんの?ああ、できるよ、なんか。はい。これが最後の一仕事?もう戻すな、お前。これ何回でも押せんだよね。ああ、いた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 。エレベーターね。ちょっと?これ、降りれない。どうすんだ、これ。もう一回引くよ。
これで来る？ん？これ引いてからすぐに乗んないといけなかったのかな？あ、やっぱそうだ。戻ってきましたね。なので、レバー引いてすぐ乗んのね。行きます。はい。行けるか。よし、OK、行けた。下がりましたね。行ってきます。これはタイムマシンじゃねえな。どうなるかな？この地下室にタイムマシンが眠ってんの？着きましたね。行きましょう。ん？椅子がある。ゴーゴー聞こえるね、向こう側から。何の音だ？うん。みんなどこにいるんだ？あ、いなくなってんの？え？くそ、もうどうでもいい。なんで？とにかくやり遂げてください。何よだよ。なかなかのガバ翻訳かもしんない、これ。ここ行けないね。あそこか。お仕事をやり遂げるってことだと思うんだけど。あ、これか、カプセル。これを持っていくのね、あの上に。うん。これ何？おお。お願い。最後にもう一度。そして終わりです。これがタイムマシンなのかな？うん。物を持った状態で、タイムスリップできるの？うん。カバーされましたね。どうなるんだ？施設かなんかに恐竜が来るとかではなく、やっぱ主人公がタイムマシンでタイムスリップするのか。うん。目覚めましたよ。うん。どうなっちゃうんだろうね。なんてひどい頭痛だ。うまくいきましたか？わからないね。うん。え、でも見た目が変わんないね。カプセルがなくなってしまった。一回しか使ってないのに。うん。なんでしょ、トラブルかな？おい、なんかチカチカしてるよ。このチカチカ何？うん。あ、これだ。え、なになにこれ。この謎の物体と、これ、あ、さっきのカプセル？これを掛け合わせると、タイムスリップできるのかな？うん。てか、ついにこれタイムスリップの計算式ができたのかな？書かれてるよ。なるほどね。これで皆様タイムスリップできるっぽいです。この式でね。行きましょう。うん。チカチカが収まったね。ん？相変わらず人いない。向こうが行ったっけ？暗いな。あそこから来たんだよな。あ、こっちか。ここから来たんだ。他になんかアイテムないかな？行ける場所あったよね。こことか。あ、違う。こっから来たんだっけ？あれ？場所わかんなくなってきたな。ここは？あ、開いてる。さっき開いてなかったよな、これ。うん。あ、主人公の影あるね。元に戻ろうか。はい。行きましょう。うん。こっちはいけないね。戻れるか、これ。行きます。で、乗る。うん。で、危なすぎだろ、このエレベーター。これで地上に戻ったら大変なことになってんのか？うん。一見変わりないね。ん？ん？何のサイレン音、これ。どうした？さっきのヘリのところに戻るのかな？行きましょう。カプセルどこ行ったんだろうね。ん？ん？あ、主人公の息か。なんだなんだ。この辺から聞こえる。ん？あ、でもこっち行き止まりだよな。うん。あ、スタミナあるわ。びっくりした。いきなりため息ついた。ごめんね。やっぱこっち側じゃないね。向こう側で合ってんのかな？先ほどヘリがあった場所は向こうだもんね。やっぱあそこ違いましたね。先ほどのヘリがあった場所でイベントが起きるのかな？どうだろう。この辺だ。この先か。確かこの瓦礫の向こう側にあった。ほら、あったね。おお、なんだ？銃声？うん。一体ここで何が起こってんだ？いや、くそ！お？ヘリが飛んでる。あー、なるほど。置いてかれたの、これ。おい！俺、ここにいるよ！なんで行っちゃったの？恐竜出たのかな？あー、でも、ぽい！なかなかでかそうな恐竜の声が聞こえるね。うん。ブヒブヒ言ってる。入れないな、ここ。無理だわ。え？あ、トラックもない。これ、主人公、徒歩で行くの？嘘だろ。うん。うわ、なんか。ねえねえねえ。ああ！
さっきこの主人公を置いて逃げたヘリだよね。お前俺を置いていくからそうなるんだよ。主人公乗せないと多分生き残れない。うん、墜落しちゃいましたね。誰かどうなってるのか教えてくれ。うん、基地は発見されたのか。ヘリコプターに行かなければならない。向こう側だよね、ヘリコプター。え、また戻るのこれ。うん、ちょっとこの辺を徘徊してから行こうか。周りの様子見よう。ん、ほほほほ聞こえる向こう側から。うん、うわー投げる。え、もう徘徊してるとかやめろよ。いつ来るんだこれ。うん、おお、これ運転できないよね。無理っぺ。運転しようよ、無免で。あ、なんか荒れてる。行き止まりかな？うん。どうすんだ、これ。お、いける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 。ん？あ、しゃがめんだ。これで。おお。で？どうすんだ、これ。こっちで合ってる？ずいぶん荒れててんな。どうしやがったのか、これ。うん、木がすぐ倒れてるもんね。土とかも道路に覆いかぶさってるし。何があった？いりりりり、なんだこいつ。いやいや、来るんだお前。え、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 何これ。あそこで止まったよ、あの子。結構人懐っこいってこと？おいで、行け。全然違う、人懐っこくない。敵対してる。待って、暗すぎて見えねえ。いやいやいや、やめてやめて、痛い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 。どっち行くの？あの子からとりあえず逃げればいいの？ここ？やあじゃない。頑張れ。今は頑張れ。あ、いけないね。どこ行くんだ？え、さっきの暗くない？向こう側。こっちか。あ、こっちっぽいね。いりりりりり、そこにもいる。あ、待って、来てるこれ。影がある。結構でかいあれ。ちょっと待って待って、すごいついてくる、この子。興奮してる。いやいやいや、じゃ情けない声出したら死んじゃった。情けない声出して死んだ今。ほえっつって。ごめん、何回もじゃれ合っちゃったからね。どっからだ。ん？バグったな。どっから？最初からじゃねえかよ。さあ、再び戻ってまいりました。ちょっともう、置いてくなよ。なんだよ、これ主人公がさ、カプセルに入ろうとしたときに、タイムマシンに乗ろうとしたときにカプセル盗まれたのかな、あの人たちに。うん。二つ目のカプセルを彼ら持っていくだろうみたいに言ってましたもんね。はい。では参りましょう。え、どっちだっけ？確か左側か。なんかすげえでけえの向こう側にいる。もう来たかな？ん？逃げよう。さあ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 。ムービー中はなんかスタミナあんま減んないで走りましたね。ふぅ。どの辺からあの小さい恐竜やられたっけ？しゃがんで。うん。ちょっと大きめな恐竜見た瞬間後ろから襲われてやられたから、あ、いる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 。あの子がいる方向ではなく、こっちだよね。はい、行きましょう。2匹ぐらいいるからね。なんだよ、あれ。来てない？いないね。そこもなんか道あるんだよな。ここ行ける？あ、行けないか。なんか、ホタルいる。あのホタルよく見ると扇風機かなんかで吹っ飛ばされてるように飛んでるよね。ブンブン勢いよく飛んでるもん。で、問題のあの子。あ、なるほど。そこに小さい影あんのね。なるほど。お前、でけえよ。どういうこと？違う子も来た。あそこで照らされてるからでかく見えんのね。だから向こう側にもいるな。これ、こう行った方がいい。バレたら噛まれるからね。怖い怖い。うん。ほら、いるいるいる、あそこにも。どう行くんだこれ。うん。また土管がある。ちょっと待て、これ恐竜巻きポイントっぽいな。巻き巻きしちゃうの？他にも違う恐竜がいたりすんのかな？あの、小さいのがいれない。いる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 。また噛まれるから。甘神さんかで主人公してんの。来てない？危ね！逃げよう。あ、ホタルもいる。そうそうそう、せつこ！ここかな？うん。ホタルが道を案内してくれてんの？かもしんないね。行きましょう。うん。うわー、やっぱり。
あれ一体何だったんだ。さっきの小さい恐竜ね、存在するのか。それに一体どうやって生きてるんだね。どうしたんでしょう。なんでこんな場所に来ちゃったの。てかここは元の世界なの、それともやっぱタイムスリップして昔に来ちゃったのかな。うん、そっから聞こえる。そんなんつやっぱでかい。うわ、チワワかな。向こうにチワワいる。え、ちょっと俺恐竜の名前わかんないからさ。ミニチュアティーレックスフンドの鳴き声かもしんない今の。どっから入れるんこれ。多分この向こう側に行くんだろうけど、またあの登れるようなあの橋があんのかな。うん、小さい恐竜に遭遇しないようにしなきゃ。あんな小さい恐竜にもやられるからね、天神さん会で。うん、あでもこれこれっぽいね。ここを進んだら何が出てくる。でも冗談抜きでこれ多分 T レックスかなんかが徘徊してそうだよな。 T レックス運動どこにいるの。うん、ここかな。ん、でも向こうも行けそうだよね。あでも行けないか、行け止まりだ。うん、では参りましょう。ここだな。入り組んで、はい。え、いや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 、向こうからなんかでげえねえな多分。これ何、バッファロー。あ、鹿だ鹿。鹿もでも体重重いよね。3グラムぐらいあるもんな。こんな重そうな子をさ、吹っ飛ばせる、簡単に吹っ飛ばせられる能力があるチワワが向こうにいるんだね。ねえ、俺。これは、上がっていくの？うん。ぽいね。降りて、お、ここで降りれ、あ、これ戻れなくない？降りたら。あ、でもこうなってんな。行きましょう。さあ、進むんだ。何があるんだ？むむむむむむ。なんもなくない？あれ、これ戻ってる？ん？え、なんか戻ってない？あ、違うか。こんな場所来てないよね。これマジでどこ進むのかわかんない。うん。あ、行き止まりじゃないこれ。あれ？マジか。ここ行けないもん。あー、戻ってきてる。節子いるもん。ただいま。あ、こう行くの？逃げるポイントかこれも。あ、そうだね。なるほど。ちょっと道順が分かりにくいな、このゲーム。で、ここ行き止まりだぞ。うん。他に、なんかこれ、稼働させたから、あ、これか！開きましたね。おお、なるほど。これ、クレーンで持ち上げたのね。しゃがんでいきましょう。なんかきつそうだな、これ。うん、木があるね。この木、でけえな。なんか現代っぽくなくない？この雰囲気。岩とかさ。え？これやっぱ研究施設ごとタイムスリップしてる可能性あるって。うん。まあ、ここ行けないね。向こう側に行けばいいのかな？探りましょう。あ、ここだな。なんかいる！まずいよ、あれ。ほら。爪長いもん。爪長いから危険だよ、あの子。しかもこっち見てない、あの子。え？一定平気なの？タイミング押せ。ファーン、有効感のタイミング押せ。襲ってこないこれ。え？うわぁ！来てる来てる来てる！なんだあいつ、ぐる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 いってる。え、なんなの、どういう顔して。一回やられてみようか。これ最初からじゃないよね、やられたら。見てる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 。これズームできない。あ、できるできるできる。うわー、すごい、キモ。えぇ、ん、何起きたの今。ズームして近づいてきたよ。見れば見るほどサーターアンダギーに見える。なんだこのステゴサーターアンダギーサウルス。ずっと見てんだよね。向こう。ポポ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 
何この子、あぶんな、触れられる直前じゃんもうこれ。ここにいてもね、へぇー、やめて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 、何これ、死んだよ、いるよ、見てる、こっからかよかった、あぶぶ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 って言ってる、なんだよこのステゴサーターネギスタールズ、これどうすりゃいいの、いる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 、え、これ来てる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 、早く逃げよう、どスタミナ、はぁー、ぶんねー、なんだこれ、危なかった、こわっ、なにこいつ、この影感やばい、足上げたままで、これさ、もしかしたらちょっと待ってね、だるまさんが、やっぱりそうなん、だるまさんが転んだタイプの恐竜、なるほど、足やってる、またこう、こう見ながら逃げんのね、なるほど、終わりました。カクカクしてた今。見ました今の、こう物が重なるとくるね、なるほど、どういけんだこれ、早いな、うわ怖いよこれ、ふがふが言いすぎだよお前。エンジン音が切れるかのように止まんな、え、気持ちが悪い、どこ行けんだこれ、行き止まりだよね、おお来てる、ここはマークポイントね、あぶれあぶれ、なにあいつ、無理、笑ってんのかな、何やってんだお前、あのガリオ、ちょちょちょ、あぶれあぶれ、ため息つくな今、ボタンみたいになかったここに、あららら、なるほど、ふ、いけけ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 、無理、いや見てたじゃん今、これまたそっからでしょ、やっぱそうだ、すんごい見てる。サーターアンダギーがこっち見てる、じゃあずっと見ながら行きますよ、向こう側だよな、うん、ぐるぐるちゃうよ、行きます、はい、どう回ればいいんだろう、逃げろー、えい、振り向くのが遅れるとやっぱもう勢いづいてくるんだろうね、あ待って、そこ行ってなかった俺さっき、あれ元に戻ってたのかな、ん、あ近い、めっちゃ近場にあったこれ、はい、押しましたよ、あかぬ、え、またエレベーターみたいに、わかんないわかんないかな、なんかあんのかな、恐竜がいた方向が怪しいから、ここ行ってみる、逃げろー、なんか隠れポイントないかな、はい、危ねっ、ふう、さあ次はこれ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 怖いね、エンジン音切れるな、ガルルルルルでエンジン切れんなよな、こ今みたいなスイッチがここ何箇所かあるのかもしんないね、あでも回ってきたな、また同じ場所でしょこれ、ん、あれ違う、あぶねあぶね、ちょっと待てよ、ん、なんもかんねえな、あれちょっと、あやっぱそうだ、同じ場所だね、ん、どう行くんだ、でもなんかありえん、多分ここ見逃してると思う、真ん中あたり行ってみる、逃げよ、ほら危ねえ、まあやつは視界に入れてれば問題ないからな、さあ、ん、あそこから来てるから、ここは、うわー早えな、前辛くない仕上げんの、何回も心配してるけど、はい、特になんかあるわけではないけど、あなんか怪しい、ここあった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 、新しいものがある、ふう、見ながら、あれなんだ、ん、扉だ、開いてる開いてる、これ来れないんじゃない、多分来れないでしょ、だるまさんが転んだ、あざまあ来れないね、だるまさんが転んだ、ほらやっぱ来れない、ステゴサーターアンダギーサウルス、お前の地味はもうここまでだ、スーパーサムタイム。
顔し向いて。あ、すげえ。こんな顔したら一番くっきり気持ち悪い。ごめんね、初対面で。初対面ね、ボロカス言ってる。まあ、あいつ襲ってくるからね、もう仕方ない。うん。そうそうそう、かっこいい。こう見るとかっこいいね。そう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 。エンジン全開。よいしょ。どういけんだ？また新しい。うわ、湖もある。入れる？入れないか。なんかいるぞ！何あれ？あれも多分恐竜だよね。え？おー、沈んだ！来る？音のタイミング遅いって。前からさ、チャポチャポ聞こえる。来てるかな？あ、まだまだ、海洋恐怖症だから俺これ怖いわ。今すごい怖かった。冗談だけどね、俺今湖を覗いた瞬間一番怖かったかもしんない。鳥肌立ったわ。ん？あ、一応道になってるな。ん？また銃声だ。ヘリコプターはこの辺りにあるはず。ここら辺に墜落したの？これ？これ違うの？この森には嫌な予感がする。うん。遅いよ、嫌な予感するの。できるだけ早く、ここから出なければならない。うわ、なんだなんだ！え？来た？ミニチュア T レックスンド、もしくはチワワ。来たかな？過去最大でチワワっぽい鳴き声してたの、今。あ、また施設子いる。ここか。あ、なんだなんだ、でっけ！なにこれ、ドリーとブロリーがいつそうな。骨があるね。こんなでけえ恐竜を食らう者がいるってことでしょ、ここ。まずない？ほほほほ、うるさいよ！え？この中いける？あ、いけるね。ほら。うん、食っただけ。ここ、あ、電柱倒れてる。あ、でもなんか荒廃してるよね。え？これやっぱ研究所付近ごと全部タイムスリップしてんだよ。多分。どうなってんの？あ、またあるよ。節子いる。はい。この節子をどんどん辿っていけばいいのかな？こっちで合ってるかな？合ってる感じしねえんだよな。うわ、もやがかかってきた。ん？あ、これ湖の方だ。あれあったもんな。あれれれれ？どうすりゃいいんだ？ホタルを辿ると逆に迷う。ホタルとは逆の方向行ってみる？こっち。何あれ？岩か、びっくりした。でけえ恐竜いんのかと思った、今。こっちは？ないね、山がある。うん。マジでこのゲームどこ進めばいいのかわかんない。はい、はい。ホタルとは逆方向で合ってんのね。ん？キーキー聞こえない？ブレーキ音聞こえなかった、今。ほら。鳥か。カラスがやかましいけど、この先でいいのか。あ、火がある火。あ、これヘリコプター。あ、そうだそうだそうだ。大丈夫か？絶対大丈夫じゃない。あ、待って、いるわ。ムービーだね。なぜこんなことが起きてるんだ。まずい。あ、カプセルだね、残りの。この場所は過去に戻ったのか、それともこれらの生物は現在ね。これだよな、問題が。あと一つのカプセルしか残ってない。うん。主人公のカプセルは、これ常に取られたのか？これがうまくいけなければならない。すべてを修正する必要がある。うん。なんだ？なんかいるね。ほら、いる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 。さっきの小さい恐竜だ。うっ！終わったー。うわあ、すげえ面白かった。いいね、このゲーム。サンクスフォープレイング。こちらこそありがとうございました。この作者さんね、お一人でね、作ってるらしいんですよね。すごくない？いや、面白かったな。デモ版でも十分楽しめましたね。皆さんどう感じましたか？いや、どっちなんだろう、これ。主人公がタイムスリップしたのか、恐竜たちが、タイムスリップしてきたのか。現時点でどちらかわからないけど、これから解き明かされてすんのか、てか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 。あまりの謎にボコボコでしましたね。はい。皆さんもこちら遊んでみてください。よければ、グッドボタンと、チャンネル登録もお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。